こんにちは、もみです。今回は水分補給についてお話ししたいと思います。皆さんはロードバイクに乗るときにどんな水分を持っていかれますかね。私はまあむやみにスポーツドリンクっていうのはあまりおすすめはしません。なぜかっていうと、まあ、水分ってそもそも汗をかいたりして脱水になったりとか熱中症にならないようにする、で体温の調節のために取るものだと思うんですけれど、短時間の運動に関して言うとそんなにまあ汗もかかないので、少しぐらいの汗だったらそんな塩分とかも失われるっていうことはないんですね。まあ具体的に言うとなんか1時間以上しっかりと炎天下の中で運動して1リットル以上の汗をかいた時に塩分も出てくるよっていうふうに言われているので、まあ、それほどではない時に果たして塩分補給必要なのかなっていうところも一つそのおすすめしない理由にあります。普段から減塩できてるよっていう方に関して言うとちょっとまあまた違ってくるかもしれないんですけど、そうじゃない場合は結構食事からの塩分も入ってくるので、そこにさらに追加するのかっていうところですね。で、まあ食事からも塩分入ってきて水分としても塩分の補給をすると、まあ、血液の中が塩分濃度が濃くなります。まあ、人間っていうのは一定に濃度を保ちたいと思うので必ず薄めようとするんですね。でその時に細胞の方から水分が流れていってしまう、持ってかれていってしまうので結果的に細胞の中が脱水になってしまうと。なんでまあ水分補給してるのに体の中が脱水になってしまうっていうあれっていう状況になってしまうんですね。食事から内容補給と合わせての水分の補給っていうのをしっかり運動強度とかによって選べるといいかなっていうお話をしたいなと思います。スポーツドリンクについてなんですけど、まあいろいろと種類があると思うんですが成分も若干違っています。ただまあ塩分に関してはそんなに大きな違いはないみたいなんですけれど、糖分濃度にやや差があるようです。で糖分っていうのは運動する時のエネルギー源になるのでもちろん必要です。でただ水分の吸収っていうことを考えると糖分の濃度が高ければ高いほどいいかっていうとそうではないんですね。具体的には 4% から 8% ぐらいの糖分濃度が一番水分の吸収もいいよっていう風に出ているみたいです。ただそれ以上とかになってくると糖分が多いことによって、まあ、消化の影響があるので胃に残りやすい、で水分が胃に残りやすいのでなかなか体に吸収していかないっていうのがその糖分が高いっていうことによるデメリットですね。さらにさっきの塩分の話と一緒で糖分の濃度が高いよと、で元々の体の水分の濃度よりも高いってなるとどうしても薄めようとする働きが出てくるので、ここでもまた体の水分を使ってしまうっていうことになるので、そこがまあ一つ問題かなと思います。なのでやっぱり食事からの、塩分なり糖分なりの摂取量と合わせて水分の内容は選ぶ方がいいかなと思います。あとは減量中の方に関してもあまり糖の多いスポーツドリンクっていうよりかは控えめにしているタイプもあるので、そちらを選んでもらう方がいいのかなと思います。これを前提として実際の、水分の補給方法についてお話ししていきたいと思います。まずは運動前とか、1時間以内の運動の場合ですねに選ぶものとしては、汗の影響が少ないので水かお茶で十分かなと思います。運動する前に直前に糖の多い飲み物なり食事なりをすると血糖値の変動が結構急激に上がってそこからまあ下げようとする働きがあってっていうので結構変動してしまうので疲労につながる可能性があります。食事食べたよっていう場合だったらそこから糖分も塩分も入ってきてるので
あとはまあミネラルの補給ぐらいで良いかなと考えて、まあ私の場合だったら麦茶を選ぶことが多いです。家から持っていく水分としては夏場とか特に麦茶が多かったかなと思います。で、運動中なんですけど、まあ1時間超えて長時間になってきてっていう時にやっとスポーツドリンクの出番になります。で、まあこれも選ぶポイントは先ほどの説明と一緒で、糖分の濃度が高すぎないものを選ぶといいかなと思います。さらにまあ一度にたくさん飲んでしまうのではなくて、まあできれば15分なり30分なりごとにコップ1杯分ぐらいの量を目安に飲んでいただくのが一番いいかなと思います。運動後ですね、もう帰ってきた後に関しては、まあ、長時間の運動になった場合はなおさらなんですけど、エネルギーの消費があるのでこれを補うために糖分のちょっと濃いめのものをこちらは選んでいただいて、これもたくさんではなくてコップに1杯分ぐらい補給していただければいいかなと思います。あとはまあ筋肉の回復のことも考えて BCAA っていうアミノ酸ですね、入ったドリンクを選んでいただくのもいいかなと思います。しつこいんですけど、食事の内容と合わせて、あとまあ途中で補給食とかも食べられると思うんですけど、糖分だったり塩分だったりミネラルも入ってる補給食とかも結構豊富にあるので、そこから補給できてるんだったらある程度、まあ、水分吸収のいい水分っていう風に考えて飲んでいただければいいのかなと思います。あとその他のドリンクについても少し触れたいんですけど、蛍光補水液ですね、はこれは塩分がかなり濃い組成になっています。で、まあ、500ml あれば、そのうちに塩分が 1.5g ほど含まれていて、まあ汁物1杯分ぐらいの塩分が含まれているので、まあ、これも食事が食べれない方用に作られているらしいので、長時間の運動でかつ大量の発汗があった場合ぐらいに必要になるので、まあ、食事も食べれていてスポーツドリンクも飲めているっていう状態であればそれほど必要にはならないのかなと思います。ビタミン飲料ですね、これは水溶性のビタミンっていうのは汗とか尿とかで常に流れてしまうものなので、まあ、体に残っている時間も結構短い間になってしまうので、これを補うのにはいいかなと思います。特に夏とかで日焼けがあった場合に結構ビタミン C って使われてしまうので、あとまあストレスとかによってもビタミン C 使われてしまいますので、そういった場合に補給にはいいかなと思っています。私も結構ロングライドで夏場のロングライドとかの時は、まあ、その中の1回の水分をビタミン飲料に変えたりとかはしています。であとは栄養ドリンクだったりとかコーヒーだったりとか、まあ、カフェインの入っている飲み物についてなんですけど、カフェイン自体は脂肪の分解とかにも効果があって、糖質の利用を抑えてくれるので、まあ、疲労を抑制したりっていうのにも効果があります。あとは集中力も高めてくれるっていうので、いいものではあるんですけれども、利尿作用っていうのがあって、まあ、せっかく水分取ってるのにトイレに行きたくなってしまうので、まああまりそればっかりに頼って飲んでしまうと脱水の方が心配になってくるかなと思います。であとまあカフェインを取りすぎた場合も、血圧が上がったりとか心拍数が上がったりっていうこともあるらしいので、まあ、そこら辺注意が必要かなと思います。1回のライドで1杯だけにしておくとか、まあ、ちょっと量は考えて飲む方がいいかなと思います。と水分補給として飲むものではないかなと思います。まあ、まとめなんですけど、まあ、運動イコールスポーツドリンクっていう風に考えるのではなくって、運動の時間とかその内容だったりとか、あとは食事の内容
食事からの栄養補給もあるよっていうことをちょっと念頭に置いて選べるのが一番いいかなと思います。そこが一番伝えたいところですね。で、あとはまあ血糖値の影響がしやすい運動の直前っていうのは糖の多い飲料っていうのを直前に飲むっていうのは控えた方がいいようです。と、まあ、1時間以内の短い運動の場合だったりとか汗をあまりかかないような運動の内容の場合はで、まあ、塩分の排出とかも少ないので水かお茶で十分かなと思います。長時間の運動になってきたりとか汗をたくさんかいた場合は塩分も失われてしまっているのでスポーツドリンクを選ぶ方がいいかなと思うんですけれども、あまりにもその糖分の多いような飲料になってしまいますと、水分の吸収率が下がってきてしまうみたいなので糖濃度にも注意して選ぶようにしていただければなと思います。まあたくさん一度に飲むと胃に残りやすいっていうのもあるので、まあ、こまめな補給ができる場合はなるべく間隔を空けて少しずつ補給できるのがベストかなと思います。エネルギーとか、筋肉の回復のために糖分の入っている飲料とあと、まあ、できれば BCAA 筋肉の栄養のために補給できるといいかなと思います。はい、今回は水分補給について選び方だったりとか具体的な摂取の方法についてのお話させていただきました。夏って結構脱水になる熱中症になるっていうのがすごい頭にあるのでそもそも水分しっかり取られると思うんですけど、冬場って、まあ、涼しいし汗もそんなにかかんしっていうので運動しててもそんなに取らない場合があったりするかと思うので、ただ、まあ、水分っていうのは、1日に必要な量っていうのが決まっています。冬場結構忘れがちかもしれないんですけれどもしっかり運動の内容とか時間に合わせて適切な水分が取れるように一度考えてみていただければいいなと思います。私もなんか改めて、スポーツの時の水分補給について調べて結構勉強になって楽しかったです。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。